配信でブログを書こうかなと思ったんですけど、それをちょっと動画に撮ってみようかなと思いまして、今こちらを開けながら動画を撮り始めました。で、今日は何を話したいかなと思って、ですね、自信を持つということについてお話ししたいなと思います。自信を持つというのはお母さん自身が起業する場合も大事ですし、また子供には絶対自信を持つ、自信を将来的に持ってもらうように子供を育てたい、子供の教育をしていきたいということで、自信を持つというのをちょっと書こうかなと思いつつ、ちょっと今日は喋ろうかなと思いました。ですね、今までいろいろなお母さんにちょっとお話したりできたんですけど、結構自信がない方が多いんですね。すごいのに皆さん素晴らしい方がたくさんいらっしゃる、素晴らしい方なんですけど、なんか自信がないですっていう方が非常に多かったのがあります。それはなんで自信がないのかなって考えた時に、やっぱり私、例えばお母さんが起業したり何かを作っていく、サービス、お仕事を発信していく、私はこんなことをしたいんですけど、他にはもうすごい方がたくさんいらっしゃるので、私がやっても全然ダメなんじゃないか、こういうところですね。そんなことはなくて、それはやっぱり比べるっていうことができちゃうんですね。日本の教育だとやっぱり私はこれが好きなんですけど、すごい方がいっぱいいらっしゃるから、もうそんなできない、こうなっちゃいますよね。もう私だって恥ずかしいながら、そんなね、私が発信してる親子留学だと他の親子留学はオーストラリアと他の人、いますし、こんな子どもの教育のこと、バイリンガルのこととか発信してる人もたくさんいますし、もうそんなこと言ってたらキリがないんですね。別に比べる必要じゃなくて、あ、その人はああいうこと言ってる、この方はこういうこと、あ、でも私は経験から自分の場合は違うので、自分なりに発信しようっていう、こういう考え方にならないといけないんですね。でも日本の教育だとそうならない。やっぱり小学校の時からやっぱりすごい人はすごいみたいなんですよね。で、上から順番にこう点数で偏差値教育っていうのが悪いと思っていて、もう偏差値なんて関係ないんですね。その私も経験してますけど、大学受験で偏差値なんか関係なくて、その当日の試験さえできれば合格できるので、もう全然そういうことは関係ないということですね。で、また悪いのが、例えばあまりにもすごいレベルの高いところに自分が入っちゃうと、周りがすごいので自信を失ってしまうっていうことがあるんですね。なので子どもの学校選びっていうのも結構気をつけなきゃいけなくて、有名校、日本でもですね、御三家とか有名校に行っちゃうと、やっぱり自分はやっぱり周りがすごいとやっぱり相対的に感じますのでね、自分が、あ、周りはすごいなと思って、私自身も実際そうなんですね。私は中学受験をしてるんですけど、中学受験は御三家を失敗してるので、2月4日の滑り止め、皆さんが1日のが落ちてきた人の行く当時、そこで売ってたような学校のが、私もつい御三家落ちましたし、その2日3日も落ちて4日のと学校に行ったんですね。そうすると結構その当時は、まあ、昔なので2教科の2科目の学校っていう女子校だったんですけど、そうするとその中で、まあ、私はあれだったので、中に入ると結構楽なわけですね。なので自信を持てた中高時代っていうのがあったんですけど、やっぱり大学行きますと、周りすごい帰国子女の方が多いところだったので、わ、すごいなということで、もう、あ、そうするとやっぱり自信がなくなる、もう、なので、こういうことですよね。なので結局子どもの学校選びっていうのも、いいとこ、いい学校に入ればいいっていうことじゃないんですね。それなりに入って自信を持たせながらいいところに行くっていう、そのなんていうんですか、バランスも大事で、で結局あれですね、一ついい例があるんですけど、私の妹はちょっとバレエやってたので、下から
大学に上がるとこにちょっと親が突っ込んだっていうところがあるんですけど、そうして大学行くと、あれですね、あの御三家の王院、もう私は王院でビリだったのよっていう子がいるよみたいな感じで、もう私はずっと王院でビリだったので、もう本当ずっとなんか、なんですか、卑下してきたみたいな、私は王院ビリよみたいな子がいたっつって、なんか面白かったんですけどね。結局いい学校行くってどういうこと、いい名前の学校行くっていうことじゃなくて、やっぱりその中で自分が自信を持って行けるような学校を選ばなきゃならないっていうところですね。そこが子どもの教育のポイントであるということと、やっぱりその自分の中で、自分の小さい世界でその中で自信を持ってできればいいじゃないかっていうことで、そして他と比べて、そこを比べるとそんな私は大したことないなんて言わないで、その小さな世界で自分が生けるなら自信を持って生きればいいわけであって、それを比べて何者にな、何者をなな何になりたいんですかっていうことですよね。結局何をしたいかっていうと、自分が毎日自信を持って何かを仕事をして、それで生活していける、それでいいじゃない。それを比べて一番になりたいとか、すごいこう有名のトップになりたいとか、そういう発想はもう外すということですね。なので子どもの教育もお母さんのお仕事についても同じことが言えて、要は小さな、ありましたね、どっか小さな場所で咲きなさいなんて書いてる本もありましたよね。それと同じで、自分はこの世界で発信して私は自信を持っていけばいいんだということですね。なので自信を持つっていうのは、やっぱりそういう場所を選ばなきゃなんない。だから親御さんも子どもさんの自信が持てるような場所を選ばなきゃなんないっていうことですね。で、親がいつも子どもに自信を持てるような毎日を送らなきゃ、過ごさなきゃいけないっていうことですね。私は本当大したことない、全然大したことないんですけど、ちょっと母親が変わっていたっていうか、変わっていったので、昔中国で住んでたので、ちょっと大陸的な性格だったとかいうのはあって、例えば、小学校からですね、私が走ったりすると、もうすごい人より一歩前に出て、いおりみたいな、こういうことをする母親だったんですね。いやー、恥ずかしいなみたいな、ちょっとみんなと違うから、ちょっと引っ込んでとか私も思ってましたけど、なので、そういうことがやっぱり子供を自信に導くということですね。私なんか全然大したことないんですけど、密かに自信があってやっていけるっていうのは、もうそういうとこなんですね。なので、子供の教育、ね、なんかうちの母親みたいに人より前出てこんなことやるのは、それはできないとしても、家の中で絶対大丈夫だよっていう子供に言い続けるっていうのが非常に大事だなと思いますね。なので、まあ今日はそんなお話をしたいなと思って、どんな人でも自信が、もうそれぞれで、もう比べたらキリがない、比べたらキリがない、その場所で場所で、ああ、自分がやりたいな、これを探して、自信を持って、お母さんなんかは起業なんかもしてほしいなと思いますし、子供を育てるときには、あまりにもいい、あまりちょっと子供が無理しすぎるようなとこに行くんじゃなくて、ある程度のところで自信を持って将来につなげるっていう学校選びをした方がいいなということですね。はい、今日はそんな、ブログに書こうと思ったんですけども、話した方が早いかなみたいな、こんな拍手するようなところ、ブログにどう書けばいいのか分からなかったので、ちょっと話してみたいなと思いました。はい、じゃあどうもありがとうございました。